野菜はないです。ズッキーニはキュウリと一緒で、うん、1日取らんかったらビューって大きくなるんですよ。へえ。だからちゃんとチェックしてあげられます。うん、ズッキーニの畑なんかほんまにちょっと感動やな、外国みたいな。ズッキーニの下にこうサニーレタスあるやんか。そう、これは、うん、こっちに植えられなかったサニーレタスを、うん、こっちの穴に植えたんですよ、うん、なんか普通レタス類って高原野菜やからこの涼しい時期に育つ野菜なんやけど、うん、もう最近は暑いので6月で、うん、夏に、うん、ちょっと日陰に入れてあげたら育つので、うん、でやっぱ同じ時期に植えたのに大きさが全然、うん、あのね、違うので大きい順から取り寄せてあげる、うん、どうせ草が生えるから穴から、うんうん、草生やすぐらいだったら入れたら生やそうか。うん、そうやな、サニーレタスは可愛いわな。でも収穫忙しいん違う？そう、もう毎朝なあ。でもあの、うん、出荷する日に収穫する感じかな。うーん、出荷がある日に、うん、収穫する。うーん、